この股関節のですね、可動域っていうものが 2,3 センチ違うだけでプレーの幅というのがかなり広がってきます。こんにちは、ミです。今日は股関節の柔軟性を高めるストレッチを紹介していきたいと思います。僕はですね、今まで14年以上海外でサッカーをやってきて、さまざまなトレーナーにトレーニングを見てもらったり、あとはですね、体のケアを教えてもらったりしたんですが、ストレッチっていうのがトレーニングと同様、またはトレーニング以上に大切なものだというふうに感じています。特にですね、この股関節周り、または肩甲骨周りの柔軟性っていうのがとても大切だなと感じています。このですね、股関節周りの柔軟性が高められることによってですね、足をですね、外側に回旋させたり、内側に回旋させたりすることをスムーズにできるようになってきます。そうするとですね、ターンがスムーズにできるようになったり、プレーの幅というのが広がってきます。いい例で言うと、イニエスタ選手なんかは股関節の柔軟性がとても高いので、ターンなどスムーズにできていると思います。この股関節のですね、可動域っていうものが 2,3 センチ違うだけでプレーの幅というのがかなり広がってきます。それではストレッチを見ていきたいと思います。まずはですね、この股関節の前を伸ばしていきたいと思います。ここがですね、詰まっているというふうに感じてしまうと、ターンをするときにうまく回れなかったり、あとは走るときに違和感をすごく感じてしまうと思います。なのでまずはしっかりこの股関節の前を伸ばしていきたいと思います。まずですね、片方の足を前に出して、この状態でまっすぐ前に倒していきます。この時にですね、体をですね、こう開いてしまって外側に流れるようにやってしまうと、ここ全く別の場所が伸びてしまいます。なのでしっかりとですね、体をまっすぐ前、足を、膝をしっかりロックさせて、この状態、こうですね、足をしっかりとこうロックさせて、この状態でしっかりと前に倒していきます。2つ目はお尻のストレッチになります。お尻のですね、筋肉が硬いと、これもまた股関節の柔軟性に関わってきます。なのでしっかりとお尻の筋肉を伸ばしていきましょう。まずはこのように足を折ります。この状態でですね、体をまっすぐ立てて、この状態で前に体を倒していきます。これがですね、簡単にできるよという人は少しですね、足を60度、膝を60度にして、この状態から体を前に倒していきます。この時にですね、こう体がですね、倒れて、この状態で倒れたまま体を倒すとあまり効果がありません。なのでですね、これがきつい方は膝の角度を少し狭くして、しっかりとですね、体をまっすぐ立てて行うようにしてください。横から見るとこのような形になります。ストレッチはですね、一日の中で一度長い時間やるというよりかは、一日の中で短い時間でいいので、数回にこまめに分けてやるとより効果が出てくると思います。ぜひで試してやってみてください。